についてご相談いただきます。EFT とかですね、ETF とかですね、あと夫婦の場合、あと複数口座の場合、限度額とか概要についても知りたいということなんですけども、新NISAについてはですね、もちろん概要はあの動画で表示、説明されているものがあったりとか、あと僕の方で独自に説明した動画がありますので、もしよろしければ個別で、概要欄の方からですね、LINE もいただければ、個別でのですね、どこがメリットで、どこが変わったのかっていうところを分かりやすくお伝えする動画をお送りしますので、こちらでご覧になっていただければいいんですけれども、いずれにしてもですね、新ニーサは投資家にとってはメリットかなと、メリットが増えたなと思います。ですので、ただ戦略は変わらないですよね。米国株とか全世界株式、インデックス投資にですね、淡々と投資をしていく、もうチャートも見ない、もうとにかく放置して投資に回していくっていうですね、もうこの鉄板のこの方法しかないのかなというふうに思います。ですので、焦らずに淡々と。